愛知県西尾市の公園で男子児童が地面から突き出ていた釘で大けがをした事故を受け岡崎市は先月から市内152カ所の公園や施設のグラウンドなどで金属探知機器を使った調査を行っていましたその結果、地中から長いものでおよそ10センチの釘やおよそ50センチの釘など合わせて1280本見つかったということです。 見つかった釘などはすでに撤去されていて市は今後公園やグラウンドの利用者に対し釘などの金属製のものではなく危険性の少ない樹脂製やゴム製のマーカーを使用するよう呼びかけていくということです。